平野紫仕様の挙動を待ちわびるエンタメメディア、再蔵人気記事ランキング。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。記者 N 今週は見事なまでに、ジャニーズ一式となった日韓再造の週刊 PV 速報は大ランキング。 22日にキングプリンスコープ平野仕様と神宮寺ゆうタと岸ゆうタが脱退。平野と神宮寺は退場となったこと、ジャニーズの性加害報道が収まる気配を見せないことなども影響が大きそうです。デスクエイチ騎士は映画 G メンに主演していることもあり、プロモーションせざるを得ないってところがあるからフジテレビ系 VS 魂。 と、日本テレビ系のザ・鉄腕・ダッシュに出演継続ってところだとは思うけど、平野と神宮寺はファンもどうするかやきもきしているんじゃないかな。記者への週刊誌系もこぞって次の動きを探っているなんて噂もありますよね。 今回の速報ランキング2位で異彩を放っているのが、俗に言うこと世界転生もの、のこと世界のんびり農家に関するレビュー記事ですが、実はちょっぴりジャニーズに関連する話も。このアニメの主人公は前世で体が弱く病院暮らしが長く、某アイドルが某農村で活動するテレビを見ていて農家に憧れたなんて設定が、デスクエチ何売れ出しみたいな。 こと世界転生ものジャンルが多すぎるけど、割とアニメは人気作も多いので、レビューしていこうといった企画なので、ぜひご覧いただければ。平野の話は4位と7位にもランクインしていたし、今週も平野の話題だらけ。平野市要すごい。記者への各種ランキング1位をそう舐めしてきただけはありますよね。 一早い活動の再開がファンのみならずエンタメメディアも望んでいますが、なんとなく岸の事務所退社を待ちそうな気もしますね。ランキング違いにはなりますが、音楽チャート系の話題ではスノーマンのサードアルバム、I L M.E. の話題も、デスクエッチ大所帯のグループは売れないなんて言われていたこともあるけど、見事に覆した形だもんな。 現状では一番売れているジャニーズなことは間違いなく、あとはどこまで上り詰められるか。目黒ロハス以外に岩本翔や向井康次あたりが主演ドラマ撮れるようになると、さらにグループとして伸びそうだし。記者へこれだけ売れていて、まだ伸びしろあるのは確かにすごいですよね。一方で、活動にも大きな影響を及ぼしていそうな性加害報道について、 5位にはジャニーズではないですが、社長によるパワハラや性加害についての報道をされている芸能事務所、スイートパワーに関しての話題も、9位には今回の問題で第三者委員会の設置を拒んだと噂される時尾の松岡正宏についての話題でした。 デスク H 性加害報道テレビ局などの大手メディアは、とりあえず報じたから義務は果たしたなんて思っていそうで、この後知りすぼみしていきそうだね。だからこそ、海を出し切るつもりならば、ジャニーズが関与しない第三者委員会の設置は必須だったと思うんだけど、まだ自分たちで何とかなると思っているんだったら、相当におこがましいことだよね。 記者 N 社外取締役に白井和幸氏などを迎えて外部の風を取り込んでもいますが、外部機関による調査とはまた話が違いますもんね。事情は聞くのか、ファンを悲しませることはもうないのか、今後も注目したいところです。 ランキングには入ってきていませんでしたが、ジャニのチャンネルでは差別動画が炎上騒動になっているところを見る限り、コンプライアンス部門は死に果てていそうですが、デスク H 前での平野仕様のソウルロケ炎上もそうなんだけど、何が危ないとか判断できないなら、それこそ外部を頼った方がいいのにね。ネット市長が不倫コンテンツを後押し記者 N 続いては6位。 市川猿之助の騒動に関連して、今年の2月に猿之助が酒のつまみになる話に出演した際の様子を記事化したものがランクイン。前段での報道でパワハラ疑惑が取り沙汰されていたこともあり、再注目されたようです。デスクエッチ事件性の高そうな事案だから、あんまり触れたくはないところではあるんだけど、やっぱり気になる人も多かったみたいだね。 利縁なんて言われて、球体依然とした風習を保っているところほど、コンプライアンス研修を盛んに行った方が良い気がしちゃうなぁとだけ。記者 N 最近、ランエキングの常連となっている TBS の田村雅子アナの記事は8位にランクイン。ラビット。出演を機に完全に跳ねた印象もありますが今後はどうなるか気になる人も多そうです。 デスク H 父親が自民党の議員ってこともあるからニュース枠では使いづらいなんて話もあるけど、田中みなみみたいに女優業に乗り出すのは色い々ろいろと不安があるから、テレビ朝日の広中彩香ポジションを目指した方がいい気がするけどな。記者 N 最後に10位には中盤戦を迎えた春ドラマの話題が、今期の TV アドラマ人気ランキングでは、なお主演の富士木曜劇場。 あなたがしてくれなくても、は引き続き圧勝しているようです。デスクエチ電子書籍やネットコンテンツだとコンプラ的には問題ある話題を取り扱った作品が跳ねがちみたいなんだけど、アナして、もそういった傾向にあるのかもね。家族も多い今のテレビでは見づらいけど、スマホで見るみたいな。今週もこのあたりで。中島県、ライター。 t, D、f, c とつぶいまとディスニーオトアマプラとネトフリに介入中のサブスクとラーメンの中毒者。大泉学園在住で特撮作品や掲示物のロケを街中で常に探している。